黒柳徹子さん、ここ上がれるのかしら、どうなんでしょうかね。ちょっと今、悩んでる感じですよね、黒柳徹子さん。少し、悩んでおります。上がれるのかしら私っていう、そういう感じになっておりますが、上がるんでしょうか。なんか今ゆっくりと一段ずつ黒柳徹子さんが歩みを進めております。歩みを、あ、降りてきた。一歩進んで二歩下がっております。交代してんじゃねえかみたいなね。さあ今ゆっくりとこの黒柳、おっと黒柳徹子さんが凄まじい勢いで今上がってきました。改めまして座っていただきましょう。大御所ですからもう座ってゆっくり喋り始めます。改めて黒柳徹子さんです。お願いします。みなさんこんにちは。令和の黒柳徹子さんです。本日は最後までどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。うわすごいすごい人、ね、今日はですね、なんかモノマネタレントのみかんちゃんに呼ばれて、なんかよくわかんないコンテストに応援に来まして、どうしてもこちらにいるシャンシャンも、シャンシャンも行きたいということで、来ましたね。シャンシャンね、一緒に頑張りましょう。挨拶するの？あ、そう、こんにちはは。どうしたの？ちょっと恥ずかしいのかしら。こんにちは。あれ？シャンシャン、こんにちは。全然使えないものか。今日はですね、出張徹子の部屋ということで、こちらに椅子がありますのでね、今日は素敵な、何、目の前のお母さんも大丈夫？いや、私より同じぐらいですかね。私も今年で90歳になるのね。そう。ねそして何よりも怖いのが、これをですね、テレビ朝日系列のイートさんで流されること。とっても恐怖だと思っております。まあでも今日は出張徹子の部屋ということで、素晴らしいお客様を呼びたいと思います。こちら、記憶町の町長でもあります。兵庫シェイクシャンです。どうぞ。なんか突然指名でなんかめちゃめちゃびっくりして、よく動いて、まあ、動画撮ってましたからね、本当ね。あの突然呼ばれてます。少々どうぞ。どうも。いやまだ私が喋ってんのよ。そうですね。ね、兵庫正規難しい字ね。はい。誠に亀です。いや私が言うのよ。と書いて正規っておっしゃるのね。ね呼ばれて聞いてなかったでしょ。そうですね。ここに来るの、はい、まあでも普通はね、徹子の部屋って言ったら皆さん緊張すんのよ。いや僕なんて、俺なんて、私なんて、いやいやいやって言うんですけど、あんた堂々と出てらっしゃるわね。ね、やっぱりもうね、町を背負う京都ですから、皆様の前に出るのはとてもお得意で。いや恥ずかしいです。あ、そうなんですか。そうですか。で今今年ちょうど60になられたんですか。そうですね、還暦です、はい、還暦ですよね、はい。ね、黒いちゃんちゃん子がとってもそうです、ね、ちゃんちゃん可愛らしい、うん、それであんたの2期目の子、そう、2期目なんですって、はい、ね、でここはあのオニオンコンフェクト、あげよ、ね、でしょうね。遠いところありがとうございます。あの3年ぶりにやると伺ったんで、私もね3年前はこのネタやってない。大雨でしたね。みぞれですね。あ、そんなこと伺ってますね。とてもあの大変だったって伺ってるんですけど、まあそんな話はどうでもいいんですけど、あの記憶所はあのとても自然も豊かで、お食べ物もとっても美味しくって、
あとキジのスープ、ありがとうございます。来た時に寒すぎてまずそれをオーダーして飲みました。ありがとうございます。ね、はい、他にも美味しいものもたくさんあって、いろいろとこちらの夢産地はね、パンも美味しいと有名で、いろいろと今あの今年から何に力を入れてるんですか。ですね、今は柚子、それから生地と2つを重点的にやってます。はい、あ、そう、あ、そう、そうですか。柚子と、じゃあ私も後で柚子を飲みますけど、お願いします。あの、まあ町のことは皆さんもご存知と思うんですけど、やっぱり第3期、4期も京路さん頑張っていただきたいと美香さんがおっしゃってたので、まああんたのことについてね、いろいろとあの知りたいなと思うんですけど、ご趣味は。趣味はですね、あの和太鼓やってます。和太鼓、はい、それと、それと、あの和太鼓の練習をしとったらですね、和太鼓する暇があったら仕事せよって言われるんで、何もかできないんですよ。あ、じゃあ和太鼓のみ。そうです。なんか好きな、なんかのスポーツ観戦とかあるの。あの WBC 見てました。もう涙流して見てました。あ、WBC、はい、あ、それどういったスポーツなの。あ、野球。あ、野球、はい、あ、ここ最近大きな大会があったの。そうですね。あ、そう、はい、ことじゃないですかね。いや、忘れちゃった。あ、そうですか。そうですね、やっぱこういうところで喋るのは緊張しない。3年前、4年目のこと、前のことも覚えてらっしゃいますか。覚えてます。4年前にですね、初めて来られた時に大雪でですね、雪が舞うとこでやっていただいたんです。その時にこれほどあの化粧のりができないとこは初めてです、怒られました。はい、まあ、今日は熱くやってきました。ありがとうございます。はい、歩数をたくさんしてですね、朝天気予報を見たんですけど、あ、もう間違いなくずっと雨確定だなと思ったらね、昨日からパックを何重にも重ねて、はい、乾燥しないように、来ました。ありがとうございます。とんでもないです。立派なリベですね。あ、かわいいでしょこれ、ね、300円でね。そうなんですよ、全部で1200円しかかかってないんですよ。なるほど、そうなんですよ。でも本当に立派なお召し物で、あ、そう、これはね、オートクチュールのね、あのね、特注でね、ビージュ刺繍もここにいろいろと入ってるんですけど、まあそんなことはどうでもいいんですよ。今日は本当にね、あの鬼嫁コンテスト3年ぶりだったんですけど、はい、まあ今日のイベントを振り返って、はい、ちょっと参加してくれた皆様に、はい、一言ちょっと長めに、あの町長からお話しいただけますか。はい、あ、そうですか。小さい町にですね、こんなにいろんな、本日のお客様は本庄町長でした。ありがとうございました。